こんにちは、リーフープスです。ステップバックは自分でシュートスペースを作り出せるとても強力なムーブですが、うまく成功させるためにはボール保持をコントロールして良いタイミングでボール保持を行う必要があります。ではボール保持をコントロールする良いタイミングとは何でしょうか。ジャマール・マレーのプレーからそれを探っていきましょう。まず次のプレーを見てみましょう。スローで見るとドライブをストップしステップバックをし始めた瞬間でもディフェンスはまだ止まることができていないのがわかります。このプレーのように完全にディフェンスの逆をつくことができた場合はステップバックしながらボール補助をする、つまり早いタイミングでボール補助をしても問題はありません。けれどいつもいつもこのように完璧に逆をつけるかというとそうではありません。ではそのような場合、完全に逆をつけたわけではないステップバックをしてしまった場合はどうすればよいのでしょうか。それこそがボール補助をコントロールして良いタイミングでボール補助をするということです。次のプレーを見てみましょう。今回はピックによって少しディフェンスとズレができました。けれどステップバックをしている最中にはすでにディフェンスはボールマンに向かってきている状態であり、先ほどのようにドライブからのストップで完全にディフェンスの逆をついたわけではありません。けれどきちんとシュートを打つことができました。なぜならボール保持のタイミングを遅くしているからです。ディフェンスはステップバックをしている最中に距離を詰めてきていますが、距離を詰め切ったりチェックに飛んだりするのはためらっています。なぜならステップバックをしてはいますがボール保持をしていないのでカウンタードライブを食らってしまうかもしれないからです。ディフェンスがドライブの選択肢を捨てきれずにチェックに素早く飛べる体勢になっていないところにシュートを打ったということです。つまりステップバックそのものでディフェンスの逆をついているわけではありませんが、ボール保持を遅くすることでディフェンスの反応対応を観察し、その反応対応の逆をつくことでシュートを打つことができるということです。ステップバックはいくらシュートスペースを作り出せると言ってもディフェンスがそれを読んでいたらブロックされてしまうこともあります。ステップバックを成功率の高い強力なムーブにするためにはこのようにボール保持をコントロールし適切なタイミングでボール保持をする必要があることを忘れないようにしましょう。ご視聴誠にありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。